熊沢まりなの勝手に CM しちゃいます。あ、皆さんこんにちは。今日はですね、素敵な、早いけどもうゲストを紹介しちゃいますけど、トキさん、はい、今日素敵なねゲストさんをお呼びしてますよ。見えてますよ。見えてますか。今日はね、あんま女性のゲストさんって呼ばないんですけど、男好きだもんな。そうなんです、男好きなんです。実はエロいな。いや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 、ここまだ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 お昼、お昼、今お昼です。ということで読みますよ、ゲストさん、神田太子さんです。どうぞ。どうもどうも、太ちゃん、どうもどうもどうも、太ちゃん、神田太子です。はい、町田の小さな嬢様ということで、はい、そうです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ギターの弾き語りをね、太ちゃんはしてまして、はい、そうですね。そう、普段ね、いろいろ活動してて、ツイキャスとかもいろいろされてるんですけど、はい、慣れ初めはね、早いなって感じですけど。慣れ初め？そう、私と緊張してる？めっちゃ早口ゆっくり喋んないとね。ゆっくり伝えないとね。そうそう、ゆっくりね、うん、慣れ初め、慣れ初め、うん、私とですね、たいちゃんが出会ったのは、うん、今から1年とでも2ヶ月弱ぐらい前だよね。そうだよね、結構冬だったよね。そうそう、冬に出会って、うん、たいちゃんがですね、ギターを抱えて、うん、もう弾いてたっていう、着いた時にはもう準備して、うん、もうね、かっこいいなと思いながら。え、でも初めてのライブだったんですね。そう、初めてのライブでね、超ズタボロだったんですけど、いや、すごい緊張してたのを覚えてます。覚えてますか、うん、いや、だから終わった後にたいちゃんの歌を聴きながら、あーと思いながらね。どういうこと？なんかいいなって、抽象的なね。そう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 、うんうん、表現がね、うんうんうん、大丈夫だよ。大丈夫です。伝わってるから。伝わってる。私には伝わってるから大丈夫。伝わってる。OK、うん。もういろんなね、歌を弾いてみて、たいちゃんの歌が、そう、 CD とかも出してるんですけど、たいちゃん。はい。ゆうちゃん、ね。その CD は。CD は。あ、今日持ってきてないけどね。おい、ああ、ちょっと。いや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 。ね、そこはそう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 、またね、詳しくはウェブでみたいな感じ、ね。ウェブでみたいな。そこはもったいぶって。行っちゃうとこなんですけど、でも後でたいちゃんに歌ってもらうので、そこはね、はい、そうそう、楽しみにしていただいて、ぜひとも。そうね、たいちゃん、なんか皆さん目で助けを言おう、なんか求めてる感じ、訴える感じ、うん、ね、久しぶりだね、あったね。久しぶりだもんね、うんうん、すげえ久しぶりで、なんかこう、うん、のほほんとした空気ですけど、茶の間に来たようなね。なんでなんで、あれ今日会ったの何回目？実はすごいよね。すごいよね。すごい、2回目っていう。2回目っていう。1回目だって、しかも1年ちょっと前だしね。1年ちょっと前でライブで出会って、Twitter とかで Facebook とか見てて繋がってるから、たいちゃんの近況を見ながらいつも、あーでもね、いろいろもだえてるっていうか、アニメとかでいろいろ。そうだね、今日紹介するね。そうそうそう、ね、今日紹介してくれる人もすごい人なんですよね。うん、なんかさ、肩に力入ってるよ。ちょっとリラックスした方がいいよ。うん、女性が来ると緊張するんです、なんつって。ああ、じゃあ男の扱いには慣れてらっしゃる。いやいやいや、なんです。ああ、なるほどなるほど。なんかおかしな番組。失礼しました。大丈夫、私そういうのまだついてくるからね。本当、ありがとう、うん、その辺は平気だよ。今日ね、たいちゃんの自己紹介を。自己紹介、すげえ長いな、自己紹介。自己紹介させていただきます。自己紹介お願いします、はい、よろしくお願いします、はい、町田の小さな嬢様と、はい、まあ、キャッチコピーじゃないですけど、はい、いただきましたので、はい、神田太子と申します。よろしくお願いします。ギターの弾き語りで町田を中心に、ライブハウスとかでね、うん、歌ってるんですけれども、あとは自主企画でね、アニソンイベントをやったりとかもしています、うん、はい、はい、アニソン何歌ったんですか？アニソンはね、結構なんか弾き語りだと普段やらないだろうっていう、うん、もう本当に好きな、もともとその音楽始めたきっかけがロックが好きだったっていうのがあるので、うん、結構ロックとかが多いですね、うんうん、男性ボーカルの曲が多いですね。なるほど、うん、アニソン企画自体がどういうことをやってるかが知りたいかな。アニソン企画の時は基本的には弾き語りとかバンドとかをやってる人たちを集めるのではなくて、うん、こうニコニコ動画とかで歌い手さんをやってたりとか、うん、そういう方たちを集めて、まあ、みんなで楽しいイベント作ろうよっていうので、ライブをやる。そうです、そうです、うん、はい、基本的には秋葉原の秋田犬っていうライブハウスを借りて、うんうん、主催でね、やらせていただいてます。来年の1月に2回目かながあるんですけれども、いいじゃないですか。それまでは、うん、知り合いの歌い手さんの、うん、その
イベントとかに出させてもらって、うんうん、横のつながりを増やしてっていうことが多かったですね、うんはい、面白そうですね。そうですね、盛り上がりますねやっぱりね、うん、あのコスプレしてましたもんね、タイちゃん。コスプレはしましたよ、うん、しましたね。しましたよ。で、アリサイベントじゃないけど去年、うん、去年の夏はなんか知んないけど、うん、メイド服着て歌ってましたね。おっと、レアな、レアなで、そうそうそう、うん、まあ共同企画だったんです、その時は、うんうんうん、で、その子と一緒にどんな企画をやろうかって話をしてて、じゃあ、女の子はメイド服着て、うん、男の人はじゃあスーツ着てもらって、なんていうの？喫茶店みたいな。そうそうそう。メイド喫茶っていうか、うん、なんか執事喫茶。執事となんかそのメイドみたいな。もともとカフェでこうライブを一緒にやろうっていう話をしてたので、うん、最後になんかパフェじゃないけど、うん、そうサンデーっていうか、カップにね。カップに。そう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 。アイスとか入れて、うん、ちょっと最後みんなで配って食べようみたいな。ことをねやりましたね。すごくね盛り上がりましたよ。それはまたやらないですか？それはまたやらないです。またやらないですか？またやらないです。レアなメイド服は見えないと。あのメイド服を着て、うん、とね女性がね3人だ。うん、だけど、うん、なぜか神田妙子は一番小さくて、うん、メイド服似合っているはずなのにギターを持つと一番強そうに見えるって言われて、もう傷つくの嫌だから、傷つく強そうに見える、もう歌う、レリーなのに、メイドで強いってどう？どう？いやちょっとかっこいい、かっこいい、かっこいいけどなんで惹かれたのかわからない、かわいいと思うんだけど。あ、本当に、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、今の人たちにちょっとオタク要素が足りなかった。そう、あ、なるほど、萌えがね、萌えが足りなかった、ね、そっかそっかそっか、銃とかでかいね、あー、はいはいはい。ギターですけどね、まあ、母親に言われたんですけどね、お母さん、お母さん、そうそうそう、お前一番強そうに見えるなっつって。なるほど。そうそうそう、いやいやいや、強そうに見えてもかよいですからね、隊長ね。そうだね、頼もしい我が子ということです。あ、なるほどなるほ ど, なるほど、いつでも行くぞみたいな、ギター持って。何何なんて、いつでも、ちょっと外れるよ、ね、ちょっと違う、ちょっと違う、盛り上がりが違います、盛り上がり、失礼しました。ということで、隊長、おすすめをね、はい、おすすめ、おすすめ、さっきアニソンの話しててね、そう、アニソンの話しててね、そうそうそう、これです、じゃーん、じゃーん、これね、はい、おすすめ、私はグランロデオっていうバンドが好きなんですけども、はいはい、こちらがですね、ディケイド・オブ・ GR っていうことで、今年グランロデオが10周年を迎えるということで、うんうんうん、ベストが出たんですけれども、はいはいはい、こちらをお勧めしようかなと思って、はい、で、もともとそのグランロデオっていう、うん、バンドっていうのはボーカルがあの、うんうん、希少さんっていう、声優だと谷山希少さんっていう方なんですけども、はいはい、その方が、ボーカルを務めているバンドで、はいはいはい、で先月かな、10周年記念の幕張のライブを、はい、まあ、見てきて、見てきたんですよね。私まだね、そんなにね、うん、グランロデオをこうハマってからそんな経ってないんだけど、うんうんうん、2年半ぐらいの新参、うん、新参者なんです、新参者なんですけど、うん、いやすごくね、なんかね、感慨深いなって思ったのが、私もその弾き語りを始めて、まあ、まだでも丸9年ぐらい経ったのかな、うんうんうん、結構早い時期から弾き語りをやっていたので、うん、3つぐらいから始めたと。いや、早い早いです、めっちゃ早いですね、すげえ、そんなサバ読んで、サバ読んで、サバ読んで、なるほど、すごいめっちゃサバ読みましたね。びっくりしちゃった今、びっくりしちゃった、私もびっくりしました。そんなちっちゃい時がギターを抱えてるんだ。やばい、やばい、オーラかに考えようぜ。そこ突っ込むとこじゃない、ね、はい、そうそうそう、それで、なんだっけ、なんだっけ、あ、そうそうそうね、まあ私も同じぐらいね、やっぱりやってきてて、で、まあ彼は今年で40歳になったんですけれども、見えないね、そうそうそう、めっちゃイケメンです。そう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 、イケメンでしょ、イケメン、イケメンでしょ、見えない、で40歳を迎えて、うん、でグランロデオも10周年だし、うんうん、声優としても、20年だったかな、そう、うん、どういう人の声を出したんですか、どういう人の声、割とその低音、どういうアニメの声、アニメでどういうキャラクターやってるの、そうですね、今で分かるとしたら、うん、進撃の巨人のジャン・キルシュタインとか、歌のプリンス様の篠宮夏樹くんとかをやってるんですけれども、うんうんうん、そうですね、うん、で、すごく声もなんていうんですかね、特徴的で、うんうん、そうそうそう、私はすごく彼の演技も好きなんですけど、もともとその
希少さんを知ったのって、うん、声優としてじゃなくてグランドデオのボーカルとして知った方が大きいので、うんうん、割とその声優としての認識がまだあんまりこう強くないっていうか、うんうん、本当にボーカリストとして尊敬できる方なんですよね、うん、でその1曲目に入ってるあの新曲が、まあ、バラライっていうんですけど、うん、歌詞の中にその人生バラ色だぜって言ってるのがかなりなんか自分の中で印象に残ってて、なんでかっていうと自分が40歳になった時に俺の人生バラ色だぜって言える人生を送ってるかどうかっていうのを考えた時に、確かにそうそうそうだね。だからそれだけその思えるぐらい今までこう苦労もあっただろうし努力もしてきたんだろうなっていうのをなんかライブを見ながらねすごく感じたので、うんうん、そうそうそう感慨深いなと思って、感慨深いな。でなんか今年は年末にカウントダウンライブやるらしくて、うん、武道館で、まあ、一人で行くんですけど、お行くの？そっか。それもすごく楽しみなんで、ぜひね、うん、聞いてみてください。よろしくお願いします。私がよろしくお願いします。いやいや、両方ともよろしくお願いします。お願いします。ファン仲間が増えるね。そう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 。私あれ黒子のバスケでしたの、うん、キャンドゥで。うんうんうん、お、この歌なんだみたいな、そこから知って、うんうん、でまだ全然そのタイちゃんみたいに、うんうんうん、もう見に行ってっていうのはまだないんですけど、うんうん、でもすごい好き、いい歌だなと思って、うんうん、ロックな歌がガンガン来るから、うん、すごくね歌詞が分かりやすいんですよね、分かりやすい、なんかなんて言うんですかね、本人が言ってるその喋り言葉にすごい近いから、うんうん、親近感が湧くっていうか、うんうん、そう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 、だからすごく押し付けてるんじゃなくて素直に受け入れられるっていうのは、うん、やっぱりその説得力のある、うん、ね、なんていうか実力というか生き方をしてきてる人なんだなっていうのを思うから、うんうん、まあ、いつかね一緒にお仕事してみたいなとか思いながらね、ね、そうそう、でもあれだよね、たいちゃんだいぶ前にさ、何これ、あれこれあれなんかあれじゃない、何を飲んでんだ、去年アルバム の、うん、発売記念のイベントで握手会があって握手して、この子怪しいです、これ多分それのこれだよね、表現がこんなちょっと怪しい表現になっちゃった、そんなことない、握手会でどう握手してんだ、これはちょっと私のちょっと表現が間違ってたけど、ね、そうだね、そうそうそう、うん、ね、そうそうそう、握手してきたんだもんね、そうそうそう、うん、でもね会ってみたらね意外とこう、うん、なんていうの、うん、すごい人間らしくて、うんうん、ほっとしましたね、ほっとしました、そうそうそう、ほっとした、そっか、うん、その時はボーカルの記者さんとギターの飯塚さんって方と、うんうん、まあ2人とね握手したんだけど、うん、すごくなんかね、うん、本当に、うん、オーラはあるんだけど、うん、普通、うん、あ、同じ人間だっていう、あ、同じ人間そう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 、なるほどね、っていうのを思ったかな、うんうん、そうそうそう、だからすごく自分が言いたいこととかもはっきり言えたし、うんうん、ねー、すごいよね、言うって、いやでもやっぱりなんかそのイベントも抽選だったりとかするから、うんうんうん、やっぱりね、うん、行きたくても行けない人とか、やっぱりそのなんていうのかな、うん、長くさ、うん、最初からずっと追っかけてる人もいれば、うんうん、まだねそんな経ってないっていう人の中から抽選で選ばれるわけじゃない、うんうん、でやっぱ長くいる人でもさ、うん、なかなかそういうイベントに今まで行ったことないっていう人もいるから、うんうん、そう思ったらやっぱり自分がその会うチャンスがもらえたっていうのは、そうだね、やっぱ他の人たち、行けなかった人たちの分までさ、うん、伝えなきゃもったいないなと思って、うん、そうだね、そう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 、大事です、伝えてきた、うん、彼らからしてみたら嬉しいんじゃない、そうやって考えてくれるし、うん、ね、もともとそんなにそういうイベントとかっていうのを積極的にやるタイプのイメージは私あんまりなかったから、そうそうそう、去年はやっぱりその9年目で、うん、まあね、今年に入って10周年っていうのもあるから、うん、やっぱりツアーもあったし、うん、そういうのでファンサービスっていうのが結構多く出てきたんだろうなとは思うんだけど、そうそうそう、ね、だから、うん、どうした、語ってるなと、あ、語りすぎですか、いやいや全然いいっすよ、あ、大丈夫ですか、うん、でもいいね、カウントダウン、うん、一人だけどね、一人だけど一人だけどいいね、みんなでわーって、そうそうそう、なんかもう本当に席とかどこでもいいから、うん、もうその空間にいたいなって、いたいな、うん、思って、うんうん、そうそうそう、ね、ぜひとも一緒にね行く人もしかしたらね見てる人でいるかもしれないですからね、ぜひね、まだ
一般のチケット残ってるみたいなので、ねうん、ぜひ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 みんなで武道館で年越そう年越そうはい年を越しに行こう武道館なんかさご遠慮本当テンションがおかしいねそんなに女の子苦手いやそんなことない苦手なわけじゃないそうそうねドキドキっていうときめきがうんときめきそっか私のこと好きなんだねそうだね2回目だけど2回目だけどいやでもほんとたいちゃんしっかりしてるからいやいやそんなことはないですいやいやいやね歌もいい歌だったって今日ね楽しみに歌をね聴けるってことでそう今日は何歌ってくれるんですか今日はですね You、っていう曲を歌わせていただきます、うんうんうんでこちらがですね、あこれもういいか両方とも大事ですかね、うんうん、でまあ「You」っていう曲なんですけども、うんうん、この曲はですねあの私そのツイキャスとかニコ生とかで喋ったりとか弾き語りしてたことがあるんですけれども、うんうん、その時のリスナーさんで結婚するんだよっていうふうに言ってくれた人がいて、うんでその人に向けて作った嬉しいですねでも、うん、本人にはまだいまだにもう作って1年以上経ってるのに、うん、作ったことも歌ってることも言ってないちょっと爆弾発言ですよ今そうそうそうだからどっかでねこう、うん、あれ聞いたよって言ってほしいんだけどいま、うん、だに反応がなくてちょっと歌い続けなきゃなって思ってるマジもしかして これでね歌ってそうそうそうあ私じゃんってなるかもしれないそうそうそうじゃそれをちょっと歌に込めていただいて、はい、歌ってるんだよみたいなそう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 おめでとうっつっておめでとうっつってもう多分さすがに結婚したんじゃないかなあ結婚してる、うん、多分でも結婚した後でも嬉しいよねそうやってそうだよ、ね、自分の歌、うん、作ってもらえるってまあ勝手に作っちゃったんだけど、ね、うんでも勝手に作っちゃっても嬉しいよ、うん、じゃあ歌っていただけますか、はい、たやちゃんに準備をしていただいて、はい、その間私の顔を写していただいてねっ皆さんどうですかタエちゃん可愛いでしょ、うん、あだって本当可愛いじゃないですかでも歌はパワフルなんですよすごい今日はバラードだねでも本当にすごいパワフルな歌も歌うしいいんですよもうね私にないパワフルさがタエちゃんにはあってもうこの私なんて身がでかいのにタエちゃんなんて細いのにパワフルだからね私どこに脂肪だけ蓄えて本当に自虐になっちゃってるけど本当本当そんな感じですけどではドリンクをはいジンジャーさんちょっとどいていただいてじゃあタエちゃんのね You という曲を皆さん聴いてくださいではどうぞでは You という曲を歌いますセルフ
に誰もいなくなっちゃう。大丈夫大丈夫、それでいいの。大丈夫だよ、それでいいんだ。いいんだよ、こういう感じの番組だからね。なるほどね、よりいいから本当に、ね、台本ないからこんな番組ですよ。たいちゃん、まあ、別に全然構いませんけど、ね、本当、うん、こんなオープンな感じでね。あ、全然私は、本当何でもありです。ああり、今日はあのまあね、冒頭で言えばよかったんだけど、ね、うん、今日はくまちゃんに料理 してもらいに。そうそう、料理してるところか、そうそうそう、なんかいろいろなだめてっていうかね、なだめてなんていうのあれ、フォローしてもらったっていうかね、いいいいなんだこれはっていうどうしたみたいな感じの番組になってしまいましたが、で私たいちゃん、うん、あれなんだよ、ごめん、うん、あのすごい勢いよくさ、よしやろうって言ったのにさ、うん、告知をさ、うん、書いてもらってないっていう、うん、言える口頭で告知 だろうなと思ってメモはしてきた。さすがたいちゃん、えらいです。いやいやいや、そうでね、今ゆう歌ってもらったんですけど、はい、ちょっと1番だけすごい短くて物足りないって思ってる皆さん、たいちゃんはねライブするのでぜひとも見てほしい、見に来て行ってほしい、見に行こうよ。そう、あ、YouTube にもアップされてます。アップされてます。はい、なん、そうですね、結構種類ありますね。はい。いろんな曲。動画の説明文のところに、こちらも、うんうん、全部貼ってます。あ、はい、ありがとうございます。ね、じゃあ告知を、たいちゃんのこれからのライブを。はい、していただこうかな。ほんとでかいので書いてます。なに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 、 でかいのにホワイトボードに書いてもらうつもりです。いやいや、大丈夫ですよ。はい、ということで、はい、11月はね、ちょっとうん、まあ来年の1月にアニソンイベントをやるので、うん、その準備期間というかね、うんうんうん、準備期間で、12月にはしかも遠征をちょっと考えてまして、はい、富山の方でちょっとライブさせていただくことになってるんですけれども、それがね、うん、まあ、12月の20日なんですが、12月20日ですか。 それが富山遠征なんですけども、うん、その前の日、前の日12月19日の土曜日にですね、うん、新宿のゴールデンエッグっていう場所でですね、あ、近いですね、うん、福岡克彦さんっていう方の、うん、全ての武器を言葉に2015イヤーエンドパーティーってことで、おー、パーティーですか。そう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 、もうほら年も終わるからさ、うん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 、みんなでちょっとワイワイ、みんなでワイワイ、ねね、うん、おしゃべりして、お酒飲んで、お酒飲んで、音楽楽しみましょうっていうね、まあ、忘年会っていうかね、うん、っていうのをやりましょうと、うん、でそれにちょっと出させてもらうんですけども、うん、こちらがですね、チケット代が1000円、安いな。ドリンク代は別なんですけどもね、うん、そう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 、で私も新宿のゴールデンエッグっていう箱は初めてなんですけれども、もともとその福岡克彦さんっていう方はですね、詩人の方で、で、まあ、町田のうん、SDR っていうライブハウスがあるんですけれども、うんうんうん、そこのオープンマイクでですね、はいはいはい、初めてお会いしたんですね、うん、それ以前からもう、うんうん、ツイッターとかでもつながりはあったんですけれども、うんうん、実際に会ったのはそのライブハウスで、で、まあ、そこでいろいろ話を聞いてると、まあ、舞台の、うんうんうん、なんていうの、演出とかをもともとお仕事とかでされてる方なので、うんうん、まあ、オープンマイクとかではその詩を読んだり、うんうん、朗読したりとか、うんうん、っていうことをやってる人なんですけど、うんうん、まあ、その方とはいろんなこう縁というか、うん、気に入っていただけていまして、はい、で、まあ、その方に、まあ、企画ライブ出てみないかということで、うん、今回は出演させていただくんですが、うん、これがですね、オープンが12時半、早いね、スタートが12時45分ということで、うん、イベント自体も終わるのが16時とか、ちょっと早い時間の、はい、イベントなんですけれども、うん、まあ、もしね、こちら興味のある方はですね、遊びに来ていただければと思います。そうですね、興味のある方はぜひとも、パーティーですから、はい、そうそうそう、ね、みんなでね、ワイワイね、ね、いいね、ワイワイ、そうそう、ゆっくり多分お話もできると思うので、うん、できるよ、はい、うん、で、それでね、うん、最近ちょっとね、脚本書いたりしてるんですよ、実は、うん、お、はい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 、そうそう、もともとその文章を書くのとか結構好きだったんですけど、うん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 、さっき言ってた福岡克彦さんっていう、うんうんうん、方がその舞台演出とかね、うんうん、あと、最近だとね、うん、阿佐ヶ谷ドラムっていう箱があるんですけれども、うん、そこでですね、毎月2回ぐらいかな、うんうん、2回いつだっけな、第2水曜日と第4月曜日かな、月曜日、うんうんうん、
に朗読ナイトっていうイベントがあって、それが音楽系のイベントじゃなくて、うん、あの声優さんだったりとか、役者さんをやってる方たちが、うん、まあ、朗読するっていうイベントがあるんですけど、うんうんうん、そこにちょっと脚本を提供したりとか。おーっと、そうなんだ。なので、うん、あのまあ、実際に自分が出演する場合もあるし、うんうんうん、その福岡さんのつながりでその声優さんでやってもらったりとかもしてて、うん、だから音楽以外でもこういろんなところで名前を見てもらえる機会が増えたので ね、 それもちょっと楽しみにしていただければなと思います。いいじゃないですか、はい、ね、いろいろね、なんかいい感じにさっきの話聞いててね、うん、来年はなんかいろいろね、楽しみだね。そうだね、来年は多分いろんなことが起こると思う、うん、いろんなことが、そう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 、ね、そうなんですよ、ね、うん、ワクワクで今年は、うん、もう残り2ヶ月ね。ね、でももう2ヶ月しかないよ。やばい、なんかやり残したことある？いっぱいやり残してるいっぱいやり残してるね。大掃除どうしようとかね。あー、なるほどね、うん、でも大掃除はまだ時間あるんじゃん。まあまあまあ、うん、あれ、まあ、いろいろあるよねあるよね、そう、うん、あるんですよ。どうしたの？後でお話聞いてあげようかなんか相談室になっちゃった。タイちゃんの相談室みたいな番組が乗っ取られそう乗っ取っていいのは全然乗っ取るけど来週からはみたいな来週からはあ、本当にそれでもいいね番組作れば、まあ、番組ね、もしかしたら作るかもね。ね、もしかしたら、もしかしたらね、うん、そっか、いや、いいね、うん、大ちゃんいいじゃないですか、活動ね、いろいろしてるから本当に日々ね、頑張ってるな、しみじみ本当。トマちゃんはなんか足、うん、足もね、とあるんですよ、あるんですよ、とか言って告知してもいい？どうぞどうぞ、自分の番組でしょ、だって。いやいや、告知ゲストさんにしていただいてからね、はい、しかもね、ほんと申し訳ないんだけど自分書いてるっていうでかくない？全然全然、どうぞどうぞどうぞ、すいません、メインですから、メインですからね、すいません、ほんとはタイちゃんに書いていただくはずだったのに忘れちゃった。出せよ出しにくいなと思って、ほんとしかもここのね、道玄坂カフェだしカフェのね、TV の番組の来週なんですけど、また私の番組で、あの本田幸子さんっていう方がね、ゲストできます。ほうほうほう、なんか、たいちゃんが初女性ゲストかな。初なの？初じゃない？初じゃないっけ？初な気がするよ。あ、本当に、うん、じゃあ初めていただいちゃったんですね。そう、初めてをいただいてしまった、たいちゃん違くない？違くない？ちょっと違う、いただいていただいちゃおうか。どうした？そうだよ、いただいていただいちゃったわけ。そう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 、で、で、そう、で、うん、あのその後にですね、目線女子のカラオケルームというものにですね、ほうほうほう、参加させていただくんですけど、ちょっとね、あのボカロ、たいちゃん聞く？聞く聞く。私ボカロ全然無頓着で、うんうん、やるって言われて、うん、ボカロの曲をこれ歌おうって言われて初めて聞いたの、うんうん、いや、すごいね。何聞いたの？なんか、あ、これ言っていいのかな、告知になっちゃうからね。あ、そう、聞こえてる聞こえてる聞こえてると思うけど、 そうそうそう、そんな感じの ね、 ね、歌を聴いて今度やるんですけど、うんうん、そうそうそう、ボカロすごいなと思って。そうだね、結構なんか特殊だよね。特殊、うん、なんか音がね、やばいなって、うんうん、発想もやばいけど、そうね、うん、なんか本当に好きに作ってるっていうのが分かるから、うんうんうん、なんかね、逆にこう型にはまってないから、うん、そうだね、そうそうそう、あ、そっちに持ってくんだ展開をっていうのはすごい勉強になる、うんうん、勉強になるよね、うん、そうそうそう、いや、はあ、予想外な展開で、うんうん、歌もちょっとまだ全然聴けてないんですけど、うんうん、これからボカロをちょっと制覇しようかななんて思いながら、すごいね、いろいろ聴こうかなと思いながら、すごいね、ねえ、ほんと無頓着すぎて、だってボカロ出たのだいぶ前ですからね。そうですね、今聴いてんのみたいな、今初みたいなね、次遅れた、いや、まあまあまあ、全然ありです、ありですか、うん、全然ありです、そう、ボカロをね、今度披露します。あとダンスもね、踊るけど、今練習中だけど踊れないっていうね。え、そう、めっちゃ、いつやるの？来週来週？来週間に合う？間に合わないかも。来週ダンス踊るの？踊るんですよ。え、歌いながらってこと？ちょっと軽くアイドルじゃん。踊るスペースなんかねえだろちょっとだけね、軽く。なんでそんな話勝手に進んでるの？いや、なんかいろいろ面白いかなっていうね。そう、でもちょっとね、うん、みっともないの見たくないからいいよ。だめっちゃみっともないとこ見せると思いますけどでもそこはね、面白いと思っていただいてって感じでね、楽しみにしてる。目線2人でするの？そう、目線しますよ。目線っていう、あの、見えないです、目が。あ、はい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 、サングラスしてね、はい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 、そういうことね。そうそう、目線女子のね、ちょっと仲間に入れていただいてやる感じで、うん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 、今度やりますので、よければ楽しみにしていてください。イエーイ、ね、ははは、これ見えるかな、ほんと、こんなですよ。いや、見えないだろう。いや、意外に透ける、見てみて。ほんと？意外に透けるよ。はい、ほら
なんか怪しいかけてんの。なんで怪しいかけてんの。よくわかんないけど。怪しい人かけて。なんか番組違うよね、これ。なんか CM になっちゃったんですよ。ちょっと怪しい2人になっちゃった。返して。こんな感じでね、はい。やりますから、よければ皆さん、この番組も楽しみにしてください。でも、たいちゃんのね、ライブをね、楽しみにしていただいて、YouTube も本当ぜひ見てください。いろんな音があるので、もう見てください。ね。私今日何しに来たんだろうね。ごめん。いろんな姿をさらされてる気がするけど。そうだね、うん。でもこんな感じです。もう30分ほど時間が。そんな経ちました？うん、経ちますよ、そりゃ。すみません、私がトークがね、本当。20分番組のはずだったんでね。今日最短。あ、本当に。違う意味で最短。閉めて。ということでですね、今日はたいちゃんに来ていただきました。あの皆さん、神田妙子さん。あの検索、Facebook と、うん、リンク貼っとくからいいよ。そうそう、リンク貼っとくからいいよってことなのであのリンクをぜひ見ていただいて、たいちゃん応援してください。皆さんもう素敵なねアーティストさんなので、ぜひお願いします。お願いします。ということで番組締めます。はい、はい、熊沢麻衣を勝手に CM しちゃいます。バイバーイ。